でも激辛ジョニーです。今日もみんなの心火をつけちゃうぞ。やってきました。はい、というわけで、今回ですね、長崎県長崎市にあります、洋食料理屋さん、ビストロボルドーさんにやってまいりました。ワインに合う、洋食やら、さまざまなね、トルコライスやら、ナポリタンとか、そういったね、あとピザとかね、そういったね、洋食が楽しめるというお店なんですけれども、ちょっとね、今回ね、面白そうな激辛メニューを発見したんで、今回ね、このトルコライスの激辛がメニューがあるということで、今回これやっていくんですけどね、辛さがちょっと調節できるそうで、まあ、激辛トルコライスで、今回ですね、なんかちょっと特別に2倍ぐらいにこう辛さを増して、提供してくださるということで、楽しみです。それではですね、行った人の感想を見ていきましょう。いつの間にか浜町アーケード店に移動してたビストロボルドーの激辛トルコライス、激辛カレーに激辛スパゲッティに激辛ピラフ、うま辛い、そして追加注文の鉄板ナポリタン、ではご唱和ください。ドゥーチェドゥーチェと、ちょっと意味がわからないですけれども、これね、なんか本当にいろいろな、このとんかつに一つのお皿に、このとんかつに、なんかナポリタンとかカレーとか、さまざまなものをこうバンとよりどりみどり集めたような夢の洋食料理ですね。はい、それをもうちょっと辛くしてもらうということでね、非常に楽しみです。はい、それではしばし待ちましょう。来ました来ました。こちらが激辛トルコライス。めちゃくちゃいい匂いがしますね。キャベツ、レタス、きゅうり、トマト、そして福神漬け、カレーにとんかつ、これなんだ、これピラフかな、あとナポリタン、洋食オールスターでございます。いただきます。さあ、激辛トルコライス、辛さ増し、お手並み拝見ですよということで、ちょっとどこから手をつけようかな、この野郎と。ちょっとまず、サラダからね。安心、サラダは軽くない、辛くない、大丈夫。麺がもちもちしてうまいですね。辛さの源はカイエンペッパー、はい、こちらの方を使用しているところで、今回は出血大サービスの辛さ2倍増しということでね、それに合わせてこのカイエンペッパーも大量に投入しているという感じですけども、おいしい、最高だな、結構カイエンペーパーが効いてますね、これはうまい、素晴らしいです。君に会えてよかったよ、トルコライス。子供の夢を詰め合わせたような料理ですよね、このトルコライスって。もういいとこ取り。残すわずか。最後ね、この
カレーとこのトルコライスを、食べましたね。この激辛バトルにキャリーをつけております。うん、じわじわ来てるな。ごちそうさまでした。それでは辛さレベルの発表していきましょう。ビストロボルドーさんの激辛トルコライス、辛さ増し辛さレベル、じゃらららじゃん、辛さレベル 6.5 です。はい、おめでとうございますということでね、カイエンペーパーをね、こう辛味としてこう使ってるっていうことだったんですね。まあね、非常に主にね、このね、カレーがね、結構こう辛かったですね。辛いんですけど、ちゃんと美味しい、はい、うま辛な、メニューですということでね、今回ね、いろいろね、こう後にも、ね、こうナポリタン、とんかつ、カレーライス、サラダということでね、もう子供の夢をここに集めましたというね、本当にこう贅沢なメニューです。このトルコライスというのは非常にこれ好きだね、うん、トルコライス好きと。ということで本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。あとツイッター、激辛ブログ更新してますので、ぜひフォローの方よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。またね、バイバーイ。